こう、地元徳島の方でも青鳥の賞を取ったりしているとても有名な団体であります。で、今日はですね、見せるだけではなくて、もうタイトル通り人は踊る、しかも、一緒に体験をしてみようというコーナーをやっているので、青鳥を皆さんと一緒に踊ってみる、青鳥を教えていただくっていうコーナーも考えております。イエーイ、三田さん人気者ですねあれ本当これ、あれ Facebook とかに浸水連ってあげるとダーってつくんですよね。それぐらい大人気なグループなんじゃないかと思います。ここ開けますか、あれ三田さん、ここどのぐらい、そこまで大丈夫ですか。ありがとうございます。じゃあそのラインまでよろしくお願いします。ここまで開けていただいて、はい、かっこいい衣装ですよね、青鳥。ちなみに青鳥されてる方いらっしゃいます？青鳥、あ、結構、あ、後ろの方でも上がっております。はいあ、もっといるってことですかね青鳥をね、ぜひ、はい、今セッティングをしていただいております。やっと日差しも緩やかにというかなってきましたね。今日は本当朝雨が降っていて、この開催どうしようかってことで心配してたんですけども、こんなにいい天気になってたくさんの方々こんなに来ていただいて本当に感謝いたしております。これから先、終演まではですね、本当、先ほどの郡上もそうですけど、日本三大盆踊り、それから大原風の盆ということで、いろんなこう有名な踊り手さんがたくさん出てきます。で、どの踊りも、一緒に踊るパートを作っておりますので、ぜひそれぞれの踊りをもう今日は踊る、見ても楽しい、踊って楽しいですね。もう皆さん本当にたくさん踊ってますね水分補給をしながら、お飲み物もどうぞ飲みながら、どんどん最後まで踊っていけたらなと思っております。はい、準備の方はね、いかがでしょうか。では、阿波踊りですね、新水連の皆さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。